さあそれではウマ娘やっていきましょう。今画面に映っているこのウマ娘は春うららなんですが、本日の生放送の早朝、そう超早朝です、朝6時台、なんとですねやり申した有馬記念一着ついに取れました。ふー、いやまさか取らんやろなと思ったら取ってしまったんですね。はい、というわけで今回はその感想的な動画と、まあその部分の切り抜きといろいろあります。いろいろ言ってましたよ、ここで優勝したらみんな内緒にしてね、夜みんな驚かせたろうぜとか言ってたんですけど、なんだかんだ一着取ったら嬉しすぎてそんな小細工する余裕はなかったですね。はい、でまあその後ライブとかも含めて見てふと思ったのですが、私のうらら、そんなに上振れしてるうららではなかったのですよ。はい、よう勝てたなと。なので今回うらら2週間ぐらいずっと生放送やってたんですけど、その中で意識してたことを少しずつ、まあ一つのうららの攻略記事的な放送として残しておこうかなと。あ、攻略放送じゃない、動画か。はい、思います。見ての通り、春うららに芝と長距離を継承した場合、全力を出しても DD からスタートするんですね。で DD からスタートしてどれだけ適性を上げていくかっていう、いわゆる運ゲーなんですよ。うん、なんですけど、だいたいツイッターとかで見てると長距離の方が優先度的には高いみたいですね。はい、私も今回1段階だけですが上がっています。結構ねツイッターとか見てると B まで行ってる人多いんだよね。あるいは芝も C になってるとか。ずるくない？ずるくない？今回のこのうらら攻略にあたって私、特殊な因子の厳選によってですね、うららを二重丸にする継承馬娘を用意して取り組んでたんですけど、それでも赤の因子って全然出ないんだよね。もう涙が出そうになったよ。どうかしそうになりました。はい、なので因子に関してはあんまり気にしなくてもいいかもね。なのでね、芝7以上、長距離7以上の因子をそれぞれ用意したら誰でも気軽にうららチャレンジができちまうんだというところで、では見ていきましょうか。まずステータスの配分についてなんですけど、これ明確な基準がございます。割と根性と賢さ上げてますね。はい、というのも今回この育成、手綱さんの予測にある程度合わせた育成をしています。それこそ生放送を長く見ていただいた方ならご存知かと思いますが、結構後半はね手綱さんの二重丸を意識して育成していました。うん、なんだかんだねシナリオにおいては、その後の対人レースは知りませんが、シナリオにおいては手綱さんの予測の丸の数が多い方が勝率が安定するなって気づいたんですよ。というのもスピードが例えば600ぐらいで、根性と賢さを手綱さんにそうごまするかのようなステータスにしたら案外落ちなかったんですよ。うん、適性もないのにね、よう頑張ったなと思って、そこからまあ手綱適性を意識して、極力少なくとも罰はつかないような育成を心がけた結果、まあこんな感じのステータスになってます。スピードはちょっと今回持ってますね。スピードを多めにする感じの、はい。なのでおおよそ20丸がつく数値っていうのは、あ、馬適性抜きで考えてですね、スピードが700で、スタミナがおよそ550以上、パワーは570以上ぐらいかな、根性500以上、賢さは550以上かな、これが20丸の条件です。そこからちょっと下回ったら丸ぐらいになるかなと、うん、そういう感じで育成していました。ちなみに芝が D の場合、パワーは3割4割減ると思った方がいいでしょう。3割ぐらいかな、さっきの計算で言うなら。で距離適性の方は D の場合4割消し飛ぶので、例えばこのうらら今 C なんで、この場合はだいたい3割消えるんで、今700ぐらいですかね。はい、なんでこれが D だったら多分ステータス的に負けてただろうなとは思います。はい、なんで D ならおよそ 40%、 C なら 30%、 まああるいはまあ 10% 前後する感じで見てもらって、それぐらい落ちた上で
さっきの手綱予測に適したステータスにしてやると思いのほか頑張れる気がします。はい、まあなんで根性とか賢さを捨ててしまうと、まあ他が多少強かろうが運ゲーになってしまう感じですかね。はい、でスキルはこんな感じになっています。緑マックスでございます。マエストロとかありますよね、通常のプレイでは使える。あいつらね、発動しないんだよね発動しないマエストロとか鋼の石かよなあ。もうなので多分ウララチャレンジにおいてマエストロはクソスキルです。はい、極力緑で埋めた方がいいでしょう。迅速火弾発動してたかな、そこら辺ちょっと覚えてないですが、あ、ラッキーセブンは発動しませんでした。こいつ結局使い物にならなかったぜ。発動したら勝ち確なんですがね、ほぼほぼ。はい、まあなんで今回はかなりスキルに関してはカツカツだったんだよね。そういう意味ではパッと見強そうに見えない感がすごい。うん、これで見て勝ったって言ったらラッキーセブンが発動したのかなって私ですらそう思うね。うん、では次に、客室適性の話。道中は逃げでやってました。うん、というのもうららが走るレースっていうのは基本的に短距離もしくはマイルなので、客室適性が影響するところは賢さなので、あのコースの位置取りとか、あと坂道下り坂におけるスタミナの消費とか、うん、敵に抜かれた時の抜き返しとかいろいろなところで左右するんですかね、知らんけど。まあ短距離だったらその影響はないのですよ。じゃあ有馬記念ではどうなのかって話なんですが、セイウンスカイがかなり問題になってきますね。逃げの場合はセイウンスカイと競り合ってかかってしまったらもうアウトという感じですね。うん、で、あの賢くない状態、例えば G だと賢さ 10% まで落ちるらしいです。 10% 落ちるんじゃない、 10% まで落ちます。なのでこのうららちゃんも賢さ42とかいう大惨事になるので、まあそうだな、かかる確率ってのはどのぐらいかわからんが、逃げが必ずしも安定とは限らんというやつですね。ただ長距離が万が一 B とかまで上がったら、あの距離適性はスピードに影響するので、セイウンスカイの前を安定して走ることができればいけるかもしれない。うん、で私はもっぱら差しを選んでいたのですが、まあなんだかんだ元から A なだけあってね、うん、賢さが生きるのでその辺はいいんじゃないかなと思います。ただこっちは詰まって負ける可能性があるので、その辺は注意ですな。うん、で特に差し育成をしている場合こそ手綱さんの評価値を気にしつつ調整した方がいいとは思います。なのでパワーもなんだかんだ適正で何パーセントか落ちるにしても、今回は 30-40% ですからね、 D だから。まあそれでも B に届くぐらいには上げておきたいという感じでしょうか。うん、なんで逃げだろうが差しだろうが何らかの運要素はやはり含まれますね。今回スペちゃんと首差だったんでかなりギリギリだった。うん、なのでまあ好きな方を選べばいいんじゃないでしょうか多分。でね、賢さ舐めちゃいかんなと。そう、あの私も最初はスピードスタミナパワー、特にスピードとパワーガン振りしてたんですけど、後半になりにつれて根性賢さ振るようにしたんですよ。するとおぞましい結果にはならなくなったんですよ。うん、だから根性と賢さを最低限確保した上でスピードとパワー、そしてスピードを多めに振るという感じで。はい、でやっぱ適性って結構重いっすね、こうしてみると。例えば芝が仮に C になったとしても、距離適性が D のままだと最高値のスピードがものすごく低いので全然伸びない、そういう負け方が非常に多かったです。はい、まあなんだそんな感じですそんな感じです。まあ逆に言うとこのぐらいのステータスってそこまでね、なんかぶっ飛んで強えなってほどでもないと思うんですよ。言うて有馬記念ってもう最後の最後じゃないですか。廃課金でねそこそこの育成をしたら2箇所ぐらいは SS になってる時期なんですが、うん、まあそういう意味では、うん、いいデータにもなるかなと思います。で、あのワクワククライマックスには期待しない方がいいと思います。あれ発動したら大抵負けなのでないものとして扱いますが、でこのスキルとステータスで一番有益な情報となるのはスタミナですね。
よく言われてたんですよ、放送でも。長距離なんだからもうちょっとスタミナ漏れば的な、うん、でも私は B に行かないぐらいで全然足りると思うってずっと言ってたんで、今回まあ大体そんな感じになってよかったっす。うん、有馬記念で重要なのはレース場と天気、そして馬場状態がおよそ確定してるところですね。でライバルに関してはグラスとスペちゃんでほぼ固定なんで、徹底マーク、両馬場、晴れの日、冬馬娘で、なんなら差しは結構もともと人数多いので対抗意識もいけますね。この辺が確定発動するというのを生かしていきたい。であと中山レース場ね、うん、中山レース場と非根幹距離丸とかも確定発動するので、その辺で補ってやれば回復スキルなしでも十分これで走り切れるということですね。というのも有馬記念って長距離ではあるんですが、実際の距離としては 2500m と中距離に毛が生えた程度なんで、ましてやシナリオのレースですから、このぐらいでなんとかなるっていうのは、うん、あるはずです。これでね、例えば芝適性が C だったらもう余裕だったのかもしれないな、そういう意味では。まあなんで手綱さんの評価を照らし合わせれば、もしかしたら今挑戦しててあと一歩うまくいかねえどうしようっていう方はそれで突破できるかもしれません。うん、特に差しで走ってる方はね、差しはそのスキルの発動とかじゃなくてコース取りで賢さが重要だったりするんで、はい、ま以上です。こんなに悠々とな、そんなにガチでやり込んでるわけでもないのに喋ってな、うららで勝つまでガチャも回さんってかなり固くなにやってたからな。うん、まあ最終的な感想としましては、赤印紙頑張ってガチャで引いてくださいというその一言につきます。うん、冷静になればそんなところですね。あと手綱の適性をもっと当てにしていいと思います。ここに関してはね、日頃の育成に関しては無視上等だと思います。手綱の適性を他のステータスで暴力的に解決していけば何の問題もないのですが、まあうららちゃんに関しては極力丸が多くなるような育成をしてやると、うん、いいと思います。ではまあこの辺でね、私も喋り疲れてきたから、言うて余韻残った状態で勢いで撮ってるの今回。たまには自分語りを存分に許して、うん、言われてるかもしれない、全然当てになんねえと。はい、あ、編成いるか。まあ編成に関しては普通に配下金のそれです。編成情報、はい、まあこんな感じですね。でまあ練習としてはそこまでいい感じに重なってくれたりくれなかったりしたので、あ、愛嬌は発動してません。はい、なので SR の凸とかでもこれぐらいはいけるような気はしますね。はい、まあタマモクロスを入れてるあたりが割と珍しいところかなという気はしますが、うん、迅速加弾目当てで取ったのと、初期でスタミナ50ぐらい持ってくれるんでしたっけ、レンタル、かなり助かりました。で安定の北さんターボっていうね、はい、まあなんでエイシンフラッシュとかになるかな、その辺も結構使ってたんですが、有馬記念な、また挑戦しよっかな。確かに僕結構やってるからさ、ステータス的には配下金のそれじゃないぐらいだと思いますと言いたいところなんだけど、でもお前使ってんのは SSR の貫突じゃんっていうところが今すげえしこりになってるわ。うん、説得力がねえじゃん。そう、全員に納得してもらえる意見とは思えないってなったら、これはまたいずれ第2弾あるかもな、 SSR 禁止で。SSR 禁止春うらら有馬記念あるかもしれません。いけるとも思うし、はい、まあとりあえず DC でのクリアできたのちょっと嬉しかったですね。多分 CB とか CC とかでクリアしても、あー赤印紙ガチャ勝っただけでしたね、はい、頑張りましょうね皆さんもぐらいの感想しか出てなかった気もするんでね。うん、2週間ぐらい放送で毎日やってたから、できればこう手に汗握る勝利っていうのをしたかったわけですよ。うん、それができて、そういう意味では良かったです。ではそんなレースをこの後皆さんにこの動画内でもご覧いただきましょう。でですね、
あの私の小賢しい悪巧みとかも一部始終逃さず入れておくので、そちらの方もどうぞ、こいつこの後勝つんだよねみたいな感じでご覧いただければと思います。はい、ありがとうございました。20丸20丸丸丸三角、ドンピシャじゃん。あ、違うわ、パワーが20丸になってるのが意外だったな。へえ、3割落ちてるから、なるほど、840でも20丸なのか。両馬冬晴れ対抗意識徹底マーク、マエストロはいらん、置いていく、迅速下段で、あとは差しでなんかないか、ないです。はい、一匹狼ラッキーセブン完璧です。勝ち、今日勝ちです。こんなテンションですけどね。でな、これ本当に万が一勝っちゃったらこの生放送非公開にするから、みんな内緒な、内緒にしとこうぜ。で、後でまた夜みんなで見よう。フラグか、あー、こいつが今そういうフラグ立てるからな。そう、朝見てくれた皆さんへの限定特典として一旦これは非公開にしてガーで、夜で人が集まったタイミングで、そういえば朝やったんすけど、ちょっと朝ね、あの近所の人がすげえうるさかったんでボツにせざるを得なかったんですけど、うん、でもなんとか編集してレースのところだけ持ってきたんで皆さんで一緒に見たいと思いますみたいな。で、そういう前振りをしたけど、実はね、勝ってたんですよ。もうここまで完璧だな。もう完璧すぎてもう涙が出そう。注目の一番人気6番ハルウラ、人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘ですね。実際の予想4位年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念、あなたの夢、私の夢は叶うのか。人気と実力を兼ね備えたスペシャルウィーク、今日は3番人気です。2番人気を紹介します。さあ、首回しとるで相変わらずこいつ。スタンドにかけたファンの期待を一身に背負って、本日の1番人気ハルウララ、気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。一押ししろ、乗せろ乗せろ。みんな集中してます、ね、運数揃っていうのがな、負け筋だよね。運数ソロはな、競り合う人がおらんから運数のスタミナが残った状態で最後まで行ってしまうんだよな。岩早秀とか最近見んかったけど、こういう突然出てくるタイプが一番怖いよね。でもその周りには、あ、こいつやばいっていうライバルは現状いないですね。やっぱ一番怖いのはグラスワンダーかな。いい位置や、グラスワンダーが差しで最強の位置に今おるからな。やや外側で先頭走ってる、最悪ですね。お、悪くないぞ。ただ内側やな、この状況で今内側に入ってってのすげえ気になるな。お、外側行った、賢い。でもこれ賢さが足りてなくてフラフラしてるだけの可能性もある。グラスとスペちゃんの前か。さあ伸びろ、いける、5位、伸びろ伸びろ、来てる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 
マジ？お前早朝に何やってんの？あかん、スペがもっと早い。くそ、行け行け、嘘やろ早朝に、え、嘘やろ、皆さん来ちゃったよ、どうするこれ、嘘やろ、しゃー、しー、皆さん、しー、やった一着。フラグを立てていることがフラグ。じゃあ皆さん潔くツイッターで行きましょうかツイッターで告知しましょうか。危ない危ない、うっかり皆さんにストーリーを垂れ流すところだったぜ。ではライブや、お前ら二人かラスボス勢やめろ。なんかあのセンターでうららが撮影されてんのちょっと面白い失礼やけどなんか腐ってなる。あの丸の中がなんかほら集合写真で欠席してる人みたいに一瞬見えたから未だかつてないぐらい凛々しくやってるぜ。素晴らしい。それではこの配信を終わります。ありがとうございました。